はい、おはようございます。 AKM バイクコレクション店長のブーリンです。今日はですね、こちら SE バイクスを使ったウィリーのやり方をご紹介していきたいと思います。この自転車、かれこれね、取り扱って3年ほど経つんですけれども、たくさんのね、お客様にご購入いただいて納車させていただいております。うちで買われている方っていうのは大半がウィリーをするために、SE バイクを買っていただいていると思います。全国ね、津々浦々販売しておりますので、いろんなね、お客様のお話を聞いたところ、上げることができない、うまくなった、走れるようになった、走れるようにならない、この2パターンがね、めちゃくちゃ差が開いております。ですので、少しでもね、自転車のウィリーが簡単にできるようになればなということで、ノウハウ、僕がね、結構苦労して僕も練習したんですけれども、ノウハウを公開しますので、参考にしていただければと思います。なぜね、うちのバイク屋が自転車を扱っているかと言いますと、このね、バイクでウィリーする前に自転車でね、心身ともに鍛えるという意味で、この自転車を取り扱うようにしました。いや、ほんとね、バランスを取るのがバイク以上に難しいんですね。ただ転んだ時のリスクは、多分100分の1ぐらいだと思います。大きいバイクでひっくり返ると速度が100キロとかね、出てしまうんですけれども、この自転車だったらせいぜい出て20キロとか、30キロも出てないと思いますね。おまけに車重が、15キロほどとなっておりますので、100キロ以上のものが足の上に落としてくるのと、15キロの程度の、ね、ものがね、足の上に起こしてくるのじゃ、もう全然怪我のリスクが変わってきます。ですので、まずね、6万から10万くらいで買える自転車がほとんどですので、 SE バイクで、練習をして、それでね、少しでも上げる感覚、ハンドブレーキを使うというこの感覚をね、身につけた上で、少しできるようになってからバイクに行けば、怪我のリスク、仕事に行けなくなったり、学校に行けなくなったり、人生のね、中でね、バイクでの怪我によって失うリスクが減ってきますので、こちらでね、練習してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、世界各国でこの自転車、結構ブームになっていて流行ってるんですね。なので乗ってたらかっこいいと思います。普通のママチャリよりやっぱりね、ウィリー専用で使える自転車っていうことですので、やりやすいですし、ブレーキも効きますし、とっても楽しいです。ぜひね、この動画を見てウィリーのやり方、セッティング方法を学んだ上で、ぜひうちの店で購入してください。全国通販しておりますので、なるべく早くね、発送できるように、頑張ります。ぜひよろしくお願いいたします。それでは、動画の方いきたいと思います。ご覧ください。どうぞ。まずね、シートの高さとハンドルの位置ですね。シートの高さ、このね、足つきを気にしてついついね、低くしがちなんですが、シートがね、なるべく高めにある方がウィリー自体はやりやすいです。足に力が入りやすいと思います。叩いた時に足が、伸びきらないぐらいの位置に調整するのが、僕はやりやすかったです。あとですね、ハンドルの位置、ハンドルが手前にするか奥にするかでね、これもだいぶ力の入り方が変わります。ですので、後ろに座ってハンドルをちょっと後ろにすれば、その分後ろに体重がかかりやすいので、比較的簡単に浮かせることができる。僕は最初上げられなかったんですけど、こうやってセッティングをすることで上げられるようになりました。ですので、まずは細かいこの辺のセットアップをしっかりやりましょう。チャンネル内で危険なことをしているのはエクストリームライダーかただのバカです。良い子や語り屋、精神年齢の幼いライダーの皆さんは絶対に真似をしないでください。他人に迷惑をかけない場所にて行うこと、プロテクターの装備をした上で挑戦すること、真似をする場合はくれぐれも無理をしないこと、バイクの練習は全てが自己責任となります。はい、それでは実践していきたいと思います。まずですね、自転車で後ろにひっくり返れるようになる、これが重要になってきます。後ろのブレーキをかけて、体を沈めて引っ張る、今ちょっと行きましたね。この動作、基本動作になります。体を沈めて引っ張る、これですね。
左の足で地面を蹴って踏ん張ってる状態になりますね。沈めて引っ張る。まずここから行きましょう。はい、この動作を引っ張った瞬間に利き足の蹴り込みを入れていきたいと思います。蹴り込み、これですね。もう一回いきますよ。この動作のタイミングで蹴り込む、こういうことですね。これが、まくれる動作につながります。浮かせる動作の初期動作ですね。もう一回いきますよ。このタイミングで後ろのブレーキをひっくり返るときにかけます。かけないとどうなるか、こうなりますね。足つけないで降りる練習をしておかないと、このまま後ろで後頭部から打撃を受ける可能性があるので。くれぐれも、気をつけてください。はい、この続きは、ちょっとね、外に行って河川敷でさっと撮影したいと思いますので、続きをご覧ください。はい、本当はね、この1本の動画に全てウィリーで走行するまでをまとめてしまおうと思っていたんですが、思ったよりも時間がかかってしまうので2本に分けたいと思います。一番質問の多かった、おいおいこれ上がらないんだけどっていう、その自転車の上がらないっていうところを簡単になるべく楽に上げる方法ということで、今回のやり方をご紹介させていただきました。できるね、今自転車でもうウィリできるっていう方からしたら、何これって感じかもしれないんですけど、できない人はね、本当にこの自転車って上がらないんですよ。僕もね、最初乗った時なんでこれ上がんないのって思ったんですけど、さっきの動作をできるようになってしまえば簡単に浮くようになりますので、まずはあの動作を完璧にできるようにしていきましょう。短い距離でね、使える練習方法になりますので、何度も何度も反復練習することで、体に叩き込んでおいてください。次回ね、この河川敷の方で、1こぎ目から2こぎ目につないで、ウィリー走行に持っていくやり方をご紹介していきますので、ご興味のある方は、グッドボタンとチャンネル登録の方をお願いいたします。それではSE バイクでウィリーの練習、今後ね頑張っていきますので、皆さんも一緒にやっていきましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。失礼いたします。